とどろきゆきこ9月11日昭和42年5月11日は日本の女優。本名は西山鶴子。芸名はとどろきゆきことも宝塚少女歌劇団の娘役としても活躍。宝塚歌劇団時代の愛称は本名の宮古め子よりトルコ。東京府東京市ざぶ区新堀町に生まれる。昭和6年に京都府立。 第二高等女学校を中退後に、宝塚音楽歌劇学校に入学して、宝塚少女歌劇団に入団。宝塚歌劇団21期生。作曲家の山田耕作が名付け親となって、娘役として活躍する。同期生に、初代、糸石だれ水間文子、うつぶきみさらがいる。日本的な、美しさが人気を集めて、主演娘役となる。 昭和12年、日活が、映画、宮本武蔵地の牧の主演女優選びに難航。プロデューサーを務めた、稲垣博士は宝ジェンヌから選ぶこととして、轟きに着目した。宝塚少女歌劇団を退団させて、お通駅で、映画デビューさせた。この電撃的な引き抜きは世間を驚かせ、大事件となった。同年10月、日活映画、 江戸の表しの撮影中に、失明騒ぎを起こしたことがきっかけで、監督の牧野正宏とコニーとなる。昭和15年、牧野監督と結婚、長男正幸誕生。昭和17年、映画統制により、日活の制作部門は大英に統合されるが、とどろきは大英には加わらず、夫、牧野正宏の所属する東方へ移籍する。昭和18年、 黒沢明の監督デビュー作、姿、三四郎のヒロイン作用役で人気を集める。同年、映画、花子さん主題歌、お使い日は自転車に乗り捨てがヒット。戦後フリーとなるが、加齢によって肥満するなど容姿に変化が出てきたことや、時代の流れで、新しいスターが次々に出てきたこともあり、脇役に転身。昭和30年以降は、 映画制作を再開していた古巣、日活と専属契約を結び、40本を超える映画へ出演。シリアスからコメディまでこなせる、性格俳優として活躍し、晩年は、男の紋章シリーズで、高橋秀樹の母親役を演じた。昭和42年5月11日午後5時15分、閉塞制横断のため、東京都北多摩郡狛江町の、 東京時計会医科大学附属第3病院で生去。四49歳没。過人白命の生涯であった。没後、平成26年、宝塚歌劇団創立100周年記念で創立された宝塚歌劇の殿堂に最初の100人の一人として殿堂入りを果たした。殿堂入りした宝ジェンヌで、轟きは3番目の赤さで没した人物であった。 東京市矢沢区、新堀町出身。映画監督の牧野正宏、東光寺は元夫。沖縄アクターズスクール校長、牧野正幸は息子。牧野アンナは孫。身長160センチメートル。現代的な風貌で、時代劇、現代劇両方で絶賛される輝きを放つ。牧野との離婚、島光寺との再婚、離婚を繰り返すなど、私生活は、 波乱万丈だった。昭和12年の日活による轟きの引き抜きには、同年、PCL、新興キネマ、日活三社で共作となった、美しきたで、東宝が、金の力で、原節子を引き抜いたことに対するしっぺ返しの意味合いがあった。これには、当時、世間が、拍手喝采した。昭和12年の、江戸の表しで、主人公のときが、 雨の中に立って囚われていく父親を見送る最後の場面があったが、宝塚でであるとどろきに、本物の涙を要求することは無理。ということで、目薬となったが、この場面は、川の水を、ホースで上げて、雨を降らせており、水と、目薬では、雨か涙か見分けがつかない。そこで、油、油、油を持って来い。と例によってせっかちな牧野監督が怒鳴った。 すると、気の利いたのが、血発部から油を持ってきて、へえ、油と差し出したのを小指につけて、とどろきの顔一面に塗り、この場面の撮影は、成功を収めた。稲垣博監督はよく涙の代わりに椿油を使っていて、牧野監督もこれに習ったのだが、ところがこの油は移動撮影用のトロッコの車輪に塗る機械油だった。その油が水に打たれて、 目に入ったために、轟きはあわや失明という大事件となってしまった。この時看病に勤めたのが、巻の監督で、これが縁で、両人は結婚することとなった。演技力は高く評価されており、戦後は、進撃の舞台にも、たびたび客演した。その実力は、劇作家で、 辛口の批評で知られる岸田国史をして、映画女優でも演技ができる人がいるんだねと、言わしめるほどのものであった。宝塚時代の雑誌記事より太字の題名は、キネマ旬報ベスト10にランクインした作品、宇和島市内ウォッチングガイド、宇和島商工会議所。2011年9月10日時点のオリジナルより、アーカイブ。2015年11月27日閲覧。 日本映画の若き日々、一番目は、その恵けいこ、二番目は、佐保美代子、四番目は、大浦みずきである。アー活動王者シングラフ日本映画視戦前編、平凡1951年7月号、P39、日本映画の若き日々ハット AB、日本映画人名辞典女優編、P216ABCD、平凡1951年7月号、 P37HATAB 平凡1951年7月号 P38 お使い日は自転車に乗り捨てとする説もあり。ありがとうございます。